カチン族は、ミャンマー北部のカチン州及びシャン州北部に居住する、ミャンマー有数の民族の一つである。中華人民共和国雲南省徳、広氏大族沈邦族自治州に居住する、沈邦族及び、北東インドに居住する沈邦族も、同一民族である。カチン族は、言語的に多様な民族であるが、共通語として、人邦語が普及している。 カチン族が用いる言語は、人法語の他に、在話語、論語,語、ラワン語、リス語などがある。この民族と言語の一体多対応を示すカチンにおいては、多言語仕様は珍しくない。カチン族の共通語としての人法語は、カチンの人々を結びつける一つの役割を担っている。カチンの共通語である人法語は、カチン語という名称でも知られる。 カチン族の多くが居住するカチン州は、ミャンマー最北の州である。カチン州の州とのミッチーナーと、第二都市のバモーをはじめ、モーガウン、モーニン、プータオなどが主要都市である。ミャンマー鉄道の終点は、ミッチーナー駅である。ヒマラヤ氷河に起源を持つマリ川とマイ川は、カチン州中部において合流し、ミャンマー最大の河川であるイラワジ川となる。 カチン州西部に位置する風ーコン帝国では、タナイク派川、タビエ川、タワン川、タロン川が合流し、イラワジ川最大の支流であるチンドイン川の源となっている。カチン州南部に位置するインドージーコは、ミャンマー最大の湖である。カチン州最北部に位置し、ヒマラヤ山脈の南端を形成するカカボラジサンは、 標高5881メートルであり、東南アジア最高峰である。1996年に、日本の尾崎隆とミャンマーのニャーマーギャルセンが初、登頂した。フーコン渓谷には、虎の野生動物保護区がある。カチン州西部のパッカンは、世界有数の翡翠の産地として知られる。ミャンマーの化石入りの琥珀の大部分は、カチン州西部フーコン渓谷から出ており、 2016年には、白秋末期に絶滅した鳥類の系統、エナンティオルニス類の翼が、同地から出た琥珀に見つかっている。カチン族は山州北部にも居住し、ラーショークッカイ、クチューカイ、ムセなどの都市がある。絹、焼き畑農業、オカボの栽培、歌垣、納豆、餅食、麹酒などが知られる。カチン州記念日のある1月には、 カチン族最大の祭りである、マナウ祭りがミッチーナーのマナウ広場で開催される。ありがとうございます。